親善試合、韓国、キウム、ドジャース、17日、公爵スカイドーム。試合前に米国国家の演奏が行われ、大谷翔平選手と山本義信投手が並んで談笑する仲良しシーンを見せた。ベンチから二人が出てきた際には、大谷が山本を小づくようなシーンが見られた。演奏が始まるまで二人で談笑し、 大谷の隣にはベッツが並んだ。終了後に一塁側スタンドのファンに向かって右手を上げると、客席は一斉に沸いた。大谷は2番、DH で先発出場。ロバーツ監督は、昌平は2打席に立つ予定、と方針を語っている。